しぶき。二次試験合格がかかってる。綺麗事は言ってられないだろ。まずは風影を自由にして塔からおびき出すとするか。それゆえ砂の探査班は常に遠距離感知を張り警戒している。今頃本部は大騒ぎだろう。準備はいいか。これほど大規模な砂嵐を感知できずにいたとは。一体誰が邪魔をしていたんだ。砂嵐です。そんなこと知ってるわよ。こいつはひでえな。だからとっとと中央島に向かってりゃよかったんだよ。中央島まであとわずか。根性で乗り切りましょう。ヤク君、化粧開演。天帝、今だ。任せといて。どっちか否定しなさいよ。見ろ、隠れ勇者だ。間違いなかったぞ。しっかり神輿を引っ張り上げるわよ。そろそろか。さあ、捕まえて。おい、聞いてるのか。お前も中忍試験の受験者だろう。きっといつか100人の友ができるって教えてくれたっす。その巻物は喉から手が出るほど欲しい。捕まると面倒だから。じゃあこれで失礼するっす。いずれまたどこかで会うこともあるだろう。ガーラ様、お覚悟ください。しっかりしろ。砂漠の霧になるつもりか。しかし、うろたえんじゃねえ。俺についてこい。シェルターまで連れて行ってやる。はい、いいか。白眼、
法力影。何？え、影か。なんだこいつら。やっと追いついた。あ、待て。せっかくできた同胞が危ない目に遭ってるっす。ジャグラが吸い取られてゆく。間違いない、ビジューチャクラ。あっちにも関係あるっす。もう一人いたのか、面白い。少しだ。捕らえた。結界茶柱。
ネジ、大丈夫？二人とも大丈夫か？やはりな、この鎖は転結を正確に貫いている。ここだ、中堅転結線。美獣チャクラがこれほどの力を持つものとはな。なぜだ、美獣チャクラが流れてこない。琵琶法師の様子が。これは一体。崩壊する。ネジ、医療班に連れて行こう。はい、わかりました。ああ、もう平気っすよ。ガーラ様。ネジ、よかったですね。やっほ、やっほー。